セルゲイ・ウラジーミロビーチ・ドブリンは、ロシア出身の男性フィギュアスケート選手。2005年世界ジュニアフィギュアスケート選手権3位。ロシアのリペツクに生まれ、5歳の頃にスケートを始める。12歳の時に、リペツクから、練習環境の整ったモスクワに、引っ越し、やがて頭角を現した。2000から2001シーズンには、ロシアジュニアチャンピオンとなり、国際大会でデビュー。 JGP ファイナルで2度表彰台に上がり、2005年、世界ジュニアフィギュアスケート選手権では3位となる。2005から2006シーズンより、シニアに上がった。2006から2007シーズンの GP エリックハイでは2度の4回転サルコーを成功させた。2007から2008シーズンから、アレクセイ・ミーシンに支持する。2008年には、足の骨を、ボルトで固定する。 大きな手術を受けた。2009年に、モスクワのビクトリア・ボルチコワの元に移籍。トーループとルコーデ4回転ジャンプを飛ぶことができる。幼い頃から、社交ダンスをやっていた。しかし度重なる怪我に悩まされ2010年のロシア、国内選手権では12位という成績で終わり、競技生活からの引退を発表。2018年現在はクラスのダールに妻と息子と、 娘と共に移住し、コーチをしている。2009から2010シーズン2008から2009シーズン2007から2008シーズン2006から2007シーズン2005から2006シーズン2004から2005シーズン2003から2004シーズン2002から2003シーズン2001から2002シーズン2000から2001シーズンハット ABCDE フィギュアスケート選手名鑑。 2006新書館2005年12月 P99AB フィギュアスケートデイズプラス2008から2009男子シングル特本ダイエックス出版2008年9月 P842007NHK 杯レポートフィギュアスケートデイズボリューム5ダイエックス出版2008年2月ピアニッシモ46から57ありがとうございます